そこになんかギャーってのがあるね、これ。よいしょ。もうちょっとだ、頑張ろう。犬山城の方が楽だった。これは天守閣だ。さあ近いぞ。よし、おお、セーター、セーター、すごい。山城登り来たぞ。さあ行こう。わあ、ここ下るのもすごいな。いや、これは嫌だね、はい。わ、これ落ちたら馬の背登山口だって。これ落ちたら死ぬね。うん、ただ絶景だわ、すごい。ノーミー部屋。さあ上から見下ろそう。よいしょ。また別料金だったりして、はい。よいしょ。よいしょ。石垣、ね、はい、はい、これさっき電車で見た風景だな。電車から見上げてたんだ。よいしょ、よいしょ、これ登っていいんだね。開館中、登るぞ。もう少しだ。資料館だ。よし、はい、有料です。いくらだ、見えねえよ。ここまで来て引き返すわけにいけねえ。200円って下で説明するよね。これは断れねえだろ。さあ、歴史が書いてある。中国の古事記の、孔子の誕生地からですよね。孔子。合ってるの？合ってるの？36の、ここに家があったんだ。楽市楽座、これすごいな。あ、映画でこんなの出てたんだ。こんなとこ、信長公、楽市やつ、これは、これは、これは打ち掛け、おもてなし。お食事の方もちゃんと、城下町。あ、これ見たね、見たよ、あ、下にあったね。あ、いろいろ見るところあるんですね。で、いや、もうあとはまっすぐ帰る。そして、あ、この階段は楽かもね。犬山城に比べたら全然楽だ。鉄筋コンクリートだ。よし、はい、順路、よし、
キオス城だ、うん、こういう感じです。あ、これは、うん、信長、小牧山城、豪華絢爛、あ、ここから城下を見せて、あ、見るな、あ、これが今来てるやつ、あ、これ乗ってきて上がってきたんだ、こういう作りだった、年表がね、おお、こういう鎧を最初発注、地球儀を持ってた、さあ帰りにすごいのがあるぞ、やつで見よう、おお、すごい、こうだったのかな、ね、復元版だからね、はい、あ、夜景、夜景がこうなるのね、まあ、夜までいないけどね、さあ、うん、おー、すごい、稲葉山城の景色、稲葉山城とやっぱり違うよね、うん、あ、これは名鉄でさっき通ってきたところだ、さっきロープウェイのところだね、人がうじゃうじゃ歩いてる、天井がキリンの絵になってるんですね、で、あ、こっちがあれだ、長良川ね、先になんだね、この辺の山の景色は昔と変わらないのかな、すごい橋って言ったら橋があれ、うん、さあ降りよう降りよう、
名古屋山城、これは楽だね。さっきのと違って、犬山城と違って、よいしょ、はい、ロイス、フロイスの、出た、すっごい甲冑、信長公、キリストの矢がいる。